ヘンリー・セント・ジョージ・タッカー・タッカー・ホールヘンリー・セント、ジョージ・タッカーは、米国政公会総裁主教、立教学院総理、進学博士など4つの博士号を持つ。1907年の立教大学の設立に尽力し、現在の立教学院の基礎を築くとともに、大学の高知購入や日本政公会大阪教区の設立なども、中心的推進役として活躍した。 宣教や教育に関する基本的姿勢は日本人の資質を高く評価、信頼し、その育成を図ろうとするものであった。バージニア州リッチモンドの西ヨハネ教会牧師館で生まれた。父は、聖公会聖職、母は、ワシントン家出身で、アメリカ独立戦争で活躍した、ソソフストリート、ジョージの名を受け継いだ。ノーフォーク学院とバージニア大学で学んだ後、 1897年、バージニア神学校に入学。卒業と同時に、日本への選挙を決意して1899年10月に来日し、語学研修を経て、仙台、広崎の教会で私牧にあたる。1903年、アーサー・ロイドの公認として、立教学院総理に就任し、1907年、立教大学の創立、1909年の、 池袋コーチ取得など、現在の立教学院の基礎を築いた。元田作之進を初代学長に挙げるなど、責任ある地位を日本人に与えることに努めた。1912年3月、シドニー・イーー・パートリッチの公認として、京都地方部司教に選ばれ、大阪教区を新設して、日本人司教を任命するなど、関西地区での強制拡大に大きな業績を残した。 1923年に帰国し、故郷のバージニアが学校を巻き海進学教授、バージニア教区主教を経て、1938年1月から1946年12月まで、第19代米国政公会総裁主教を務めた。立教大学池袋キャンパス内に、彼の功績を記念して建てられたタッカーホールがあり、1971年には、ホール正面。 入り口脇にタッカー像が建てられた。ありがとうございます。